みなさんこんにちは、安田美沙子です。今日はですね、恵方巻き作ってみた、イエーイはい、恵方巻きはですね、子供がいるので去年も作ったんですけど、今年は2月2日が節分だそうで、124年ぶりに2月3日じゃないみたいです。なんでかはちょっとわからへんけどで、方角が毎年変わるんですよね。南南東、ちょっとこの辺みたいです。喋らずに食べきれるかすごい心配ですけど、早速作りたいと思います。いいのかな、綺麗、負けないですね、えいやばい、負けてない、すごいはみ出しちゃいました。じゃあまずは酢飯から作ります。しず、去年は確かちっちゃめに作って細めに作って半分に切った気がする。ズルしちゃった。いいのかな、なじんだかな、よしよし。じゃ、きゅうりとアボカドも切っとこうかな。このぐらいですかね、4等分ぐらいかな、太いのかな。これも今サイズ感決めないと自分が食べることになるから。わー、アボカド、アボカド入ったら美味しそうですね。なんかおしゃれ。アボカドってどうやって切るんだっけ、真ん中で、こうですよね。これも4分の1ぐらいかな、2つぐらいあったら大丈夫かな。あとは魚の柵、柵ってあんまり切ったことないけど、普通に切ればいいのかな。綺麗、でもきっとこれだと太いんでしょうね。半分ぐらいですかね。大きい恵方巻きになることをすごい恐れてる次、マグロ、マグロも半分かな、こんな感じで。卵も半分ぐらいにしたくない。あ、こう、簡単ですね、意外と。ザラザラが内側でしたっけ、確かザラザラが内側だった気がする。これあれですよね、ご飯を分厚く乗せるとすごい後悔するんですご飯は極力薄く乗せないと。ここもちょっと1センチぐらい開けてたはず。こんな感じかな、もう負けるかな、負けないかな、もうちょっと乗せた方がいいのか、負けないですねもうちょっと乗せないと。よし、具材を、マグロは乗せたいですね、サーモンと足りない、あと少し。よし、サーモン、よし、キュウリ、キュウリ、あとはアボカド、大きいのかな、これも。もう半分に切ろう。こんな感じかな。卵を、全部入れたくなっちゃう。卵もこれなんかちょっと分厚いですよね。分厚いかな。あとせっかくだからこれ入れたいな。メバチマグロ。これでいいかな。負けるかな、いきます、入れすぎてませんように。負けないんじゃないこれ、えいやばい、負けてない、すごい強引に巻いた。いけるかな、難しい難しい、ギュ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 、いけた、いけた、いけました、なんとかできた。めっちゃはみ出してるひどい、ひどすぎる、すごいはみ出しちゃいました、具材が。これでかい、これ1本食べれない気がする。じゃあ半分に切りたいと思います。いきます、今買ってますよね。
やってる。やっぱりご飯をもうちょっと面積広くした方が良かったんですね。狭かったんだ。半分しか負けてない。でも綺麗、意外と綺麗。できました、恵方巻き。ちょっと1本が長すぎるので半分に切っちゃいました。でも本当は切らない方がいいらしいです、演技的に。でも切っちゃいました。食べきるってことを目標にしたいと思います。黙ってですよね。できるかな。なんか沈黙が苦手で、なんか言っちゃいそう途中で。頑張ろう。よかった半分にして。南南東はこっちですね。この辺、これぐらい、これぐらい、これぐらい、わかんない、これぐらい、このぐらい。わかりました。ちょっと喋れへんの怖い。今から喋っとこう、友達にいっぱい笑っとこうんで。ドキドキする。いただきます。ちょっと待って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 。醤油って一度漬けでいいのかな。一回しか漬けれへんの。じゃあ頑張ります。いただきます。びっくりした。メバチマグロがすごいいい味出してました。醤油つけなくても美味しかったです。悔しかった。美味しいけど、なんか 笑ったらダメとか喋ったらダメって言われたらね、なんか笑っちゃいますよね、うん、あでもこれで幸せになりますようにということで、どうでしたでしょうか。皆さんもぜひ2月2日恵方巻き作って食べてみてください。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。バイバーイ。